ホームステイしてるから、はい、ホストファミリーの人がお客さんいっぱい呼んだりとかいっぱい呼びますね、クリスマスの,のときに、ね、70人ゲストが来たんです。そんんな大きなんな大ききいいいのど <laughs> どれらい大きくらがて小さいか分かんないんですけど、うん、もう 一応座れたんですよ70人でも2階と1階があっていろんなソファーとか椅子とか用意してそれに座った形だからそれでもすごい、うん、そんな大きな部屋があるんだリビングですかね。お すごいね70人入る結構立派なお家に住んでるんだね,ね <laughs> 日本ではどうなのかな日本あんまホームパーティーやらないじゃないの本パーティーどうかな狭いから家がどう稽古なんかお父さんお母さんの実家でどっかのご夫婦を招待してみんなでああないそういうのはなかったない、うん、でもここはなんか大人だから大人になると <laughs> 結構そういうのがあるよね,そうよねで日本語だと あいらっしゃいいらっしゃいって言うでしょ玄関でいらっしゃいいらっしゃいお客さんが来た時のシチュエーションからカモンカミンカムンカムンそのカムオンとカムインを合わせてカムオンにカムオンにどう違うカムオンカムオンカムオンはカマンはちょっとあの行こう行こう行こうレッツゴーと同じだからそれはあんまり言わないでもカメンは入って入って 同じ。Come o <ー>はおいで入りなさいって感じ。ええ。c o オンして入るからな。<laughs> オン in ンだから。Come on in c o どうぞどうぞ入って入って上がって上がって。あそれはあのー、年上の人でも誰でも使えるんですか。うん。使える使える。Come on in c o どっちでも丁寧に使えたからプリーズつけてもいいけどそこでゲストすれば日本人はここでお邪魔しますって言います英語ではお邪魔しますっていう言葉がないので入るときは「カマわねん」って言われたら「お a n k you って別に黙って入ってもいいねだからそれは失礼でもない別にお邪魔しますって言わなくてもそれは英語で言わないから 稽古のホストファミリーは靴脱いで入る、うん、家の中にそれとも靴,の、はい、靴を履いたまま入っちゃう70年もいたら靴沢さん大変だから、ね、<laughs> 靴ままったいやでも靴脱いでましたみんな一応みんな靴脱ぐんだ、うんうん、玄関のとこ玄関らしきところで脱いで上がってた最近脱ぐ人は多いし脱ぐ人も多い,、ねうん、多いよねう最もあの床を汚くするのが嫌とかいう人もいるしでもカナダではもともとみんな普通に靴 入ったまま家に上がって入ってたから絨毯でもだからそういう人はまだいるんだけどもこの場合は分かんなかったら、うん、やっぱり聞いた方がいいかな「知ゅらい keep my shoes on」と「can I keep my shoes on?、うん」or「should I take off my shoes?、うん」or「can I keep my shoes on?」って聞くんだけどもそれはゲストの場合ね自分があの、うん、呼ばれた時に。うん 自分がホストの場合は、うん「Would it be okay if you took your shoes off?Do you mind?Do you mind?Do you, mind? you mind taking your shoes off?Do <ー>、yeah, you mind taking your shoes off?So、うん、taking your shoes off?Do、ね、you mind taking your shoes off?Or is it okay if you took your shoes off? くっちゅうん、は使えないんですか でも OK、それは。なんかもうこっちは頼んでるっていう。頼んでる。うん。頼んで Could you take your shoes off, please? っていうのは、ちょっと脱いで、脱いでくれるって言い方かな。Would you mind? は脱いでもらえませんかって。ちょっともうちょっとポライトな言い方。友達だったら脱いでよ、脱いでよって。汚いよ、脱いでよ。Take off your shoes! でもいいんだけど、やっぱりゲストだったね、失礼な言い方はできないので。 でも靴をそのまま履いてもいいんだったら、お keep your shoes on。It's okay, it's okay. Keep your shoes on. Keep your shoes on. Or you can keep your shoes on. はい。はい。腰掛けてくい。さい。英語で英語で Please sit down. Please sit down. Or、これ聞いたことある Make yourself at home. ああ、くつろいでください。そうそうそう。自分の家のようにいるみたいにくつろいでください。So, make yourself at home.Make yourself at home. 何か飲む ?Would you like something to drink?Yeah, would you like something to drink?or, what would you like to drink?Would を使った場合は、ポライトなので、What would you like to drink?or, can I get you something to drink? じゃあ、ごはんを食べるときに、 いただきますって感じみんな言いたいよっこっちではいただきますっていうのはないうん。もう出たら食べる出たら食べる。だからキリスト教とかだともしかしたらみんなこうプレイヤーを言うまで食べない人もいるそれをもうちょっとそれもちょっと気をつけないといけないかなで最後にごちそうさまでしたこれ先週やったよね「Thank you for the very good meal」「Thank you for the very good meal」「or or thank you for dinner」と ディナーの違いはなんですかディナーは夜ご飯、うん、晩ご飯 Thank you for the meal はそのこの食べ物朝昼晩でも、うん、何でも食べるもの、うん、ディナーって言った方がなんか <Thank you S 1> 豪華な感じがするんですけどそれはた、うん た、ね、だし、誰かの家お家に行くと、やっぱり、Thank you for dinner、Thank you for supper とか言っちゃうと、なんか、飯ありがとうって感じだから、<laughs> 夕食,と食、うん、夕っていうか、家で食べる夕ご飯んっていうか、う夕ご飯ありがとうだから、ミー, OK、ミールは OK、Thank you for the meal、大丈夫。